皆さんこんにちは。北海道雪の町商工会立花です。本日こちらドン呪楽の息子ドン、この前佐藤鉄工所から借りた焼き台、丸焼き丸焼き器丸焼き器、ちょっとねやっぱり自分でやるのはねやり方ちょっとわからないから呪楽のマスターにできるかいって聞いたらいいよいいよって言うから今日試しにやってみるっていう企画なんだけど、打ち合わせなしだよ。大丈夫？大丈夫です。池田教授でいいのかって言ったからいいんじゃないとか言ってたけど大丈夫だろうな。どうする？やっぱりね、池田教授は一度丸焼きするべきだったと、やっぱりね、やっぱり池田にいる限りは、でもこれ池田教授いくらすんのよとかってわかんないけど大丈夫だべか。もう、まあ、見てからだな。はい、ということで早速行ってみたいと思います。こんにちは、お邪魔します。まずね、店やべえかなすいませんね、店やる前にいきなり押しかけて、いや、これ使い方がわからなくて、はい、できれば、得意だって言ってたでしょ。まあ20年ぐらいやってた。それは得意だわ。なんで、まずこれここ渡してもいい、はい、重たいよ、重たいよ。はい。お、お、お。はっ。お、お。本日のお肉を、はい、はい、よいしょ、お邪魔してます。この肉は今日は交殺牛の本当さんの交殺牛ですね。また交殺牛、交殺牛、はい、黒毛のお父さんとホルスタインのお母さん、掛け合わせの、黒毛に味が近いという F1 という種類のお肉です。味はだから和牛というかに近い感じの脂の入りだと思います。牛ね、そうです、2.53 じゃないぐらいですね、きっとね。これぐらいの塊がちょうどそこにドスッと入っているかと思いますので、ちょっと、国産和牛、国産交殺牛、交殺牛、交殺牛、国産交殺牛、交殺牛、ちょっと、予算俺ね、商工会、職員としてそれなりのポジションにいるんだけど、予算だけは持ってないのさ、商工会公式 YouTube、予算だけはね、おごる事務局長なのさ、差し入れろって言われて、ママの塊だったんで、なかなかいいんでだし、誰払うのかな。大丈夫だって、10万金下ろしてきたって。おごる事務局長、あとよろしくお願いします。ちょっとなんかそれ戦い、男の好きな感じだったの。危ないって、イカラッシュってブーンってブーンって、男のロマンだわ、その感じ。それでしょ、ブーンってやったら著作権人よし、これがさ、焼けんのに時間かかるのさ、とっこもね、なるべく真ん中へ、なるべく真ん中へぶつこっていきます。ちょっと下ついとこですね。こういきます。ちょっと閉めますね。そこ、そっか、ぎっちりできるんだ。そうそうそう、これぎっちり止めないと
共回りしちゃって回っちゃうから、ここで止めて、でこれも1本だとあのまた回るので、うんうん、そのためにこの何ていうの補助的なというか。出た佐藤さん、そういえば。そう、これだからね、すごい考えられて作られてるんですよ、やっぱり。すごい。これがね、長年のやっぱり池田の丸焼きの技術というか、これがね、なかなかね、どこ行った？どこから出てくる？ブスッと出てきたやつを、うん、どっかの穴へ通すと。していくと。そう、これね、なんとなくあの丸焼きってぐるぐる回ってるイメージあるじゃないですか、はい、でもこれが大きな塊になってぐるぐる回すと一面に当たるその焼きの温度が下がっちゃうので、うん、なんちゅうの、片面ずつっていうかこういうふうに焼きたいところをこういうふうに焼いていくのさ、こうやって。バチコンくるよ、バチコン。おうおう、これ、あっちの方がいいか、最初にいいかな。これなんでこんな側ついてると思います？熱逃げないっていう。そう、オーブンみたくして焼く効果があるからなので、うん、じゃなかったら本当にこんな周りの側いらないんだけど、うん、試しに回してもらっていいですか？まだ開いてないでしょ、うん、もうちょっと炭を切ないと、だんだん油も落ちて、初めてのさことだからさ、初めて尽くしでわかんないんだけど、なんでこんなに詳しいの？16歳ぐらいからそれこそ池田のワイ祭りの丸焼きずっと焼く役係だから、多分池田のワイ祭り調べたら動画とか多分使っていいとかあるはずなんだよな、観光のやつとかもあると思うけど、うん、それ出てないかもしれないけど、夜中1時から牛の半身ですね、設営して、うん、火入れて、うん、そう、ずっとそれこそ12時間ぐらい焼いてるかな、でもさ、店でこうやってやるっていうのはなんかイベントの時とかっていうか催し物があったらやるけど、店でこうやってさ、俺もさ、頼んだけどさ、いや申し訳ねえなと思って頼んだんだよね。何か、全然、これ池田のイベントで結構至るところちっちゃいイベントというか、うん、お祭りで持っててこれ焼いて、うん、お客さんの前でカットして出したりとか。ああ、イベントでね。そうです。
それこそ昔新宿まで行って、うん、これ持ってってふるさと納税の返礼品でお客さんで買ってくれた方がいて、うん、出張して新宿まで行ってやりたいこともあります。はあ、いいんじゃない。そしたら、うん、商工会公式 YouTube、うんうん、商工会としていただければ全国どこへでも配達いたしますので、ね、まあね、金額はあの要相談要相談要相談金額要相談ああだからもう本気の本当でそういうホームパーティーに来て、うん、ああいいですね、有名な、うん、そのなんていうんだっけそういう超セレブじゃないセレブのセレブの方のホームパーティーで焼いてもらえないかいって言ったら札幌の丸山に行って焼いたこともありますね。そのとある社長さんの家のホームパーティーで、うんうん、庭にプールがいいみたいなところで、うんうん、これ持ってて焼いたことあります。はあ、よかったわ。これ商工会公式 YouTube としてね、ただお前の丸焼きしたかっただけだべやって言われたらさ公式 YouTube ダメだよって、ね、おいしい。ちょっと なかなかのリアクション芸人だね。これね今当たってないからだけど、これ当たると何払いたいからね。本当にこれね、怪我するのさ気をつけないと。いやいやいや先に言ってよ。いやね、どうなるか分かんないですから。ちょっと命がけ、まさかこんなに命がけになるとは。兄さん、美味しいとこですよ。近づけた。美味しいところ。YouTube さんで怒られるって。これを反対にしていこう。この辺ちょっと遠いな。で、もう後だから向かわず少し焼けるまで。これで遠赤外線効果。いいよ、いい感じ、こっから見えますね。見える。すごい。煙がやっぱり出てる方が焼けてるってあれなので。ほー。だいぶいい感じで、表面が焼けてないところと比べると本当だ。あ、ちょっとこれしちゃってすごいですね。そうで、本当にだから閉じると、ちなみに試しにこの落ちてきてる油って最低限だけど生ら熱いですから。本当は下にちょっとあの水入れた缶とか入れたりもするんですけど、これをほったらかしとくとあっちまにマクロコゲ。前編、本日志らくの息子さんで丸焼き挑戦してみた企画です。もともとですね、志らく田中さん、はい、この丸焼き企画を、まあ、セレブの方に、教えの方にとか、はい、イベントとかホームパーティーに行って、丸焼き企画もし頼まれたらやってたっていうこともありますので、ぜひ商工会公式ホームページに申し込みいただいたら、金額見積もりは要そうですね、要相談ですね。要相談で、はい、もう北海道から、南は沖縄まで、はいはい、どこでも行きますので、はい、ぜひお申し込みいただいたら、この丸焼きホームパーティー
企画実施しますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、パート1以上です。初めての第1弾第2弾と前編後編作品いきますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、それではパート2後編に続く、よろしくお願いします。